公園でございますよね。ほら古墳や。これなんだろうね。中入れんでね。おお、反対から見てみようか。やっぱり古墳ですかね。古墳でしょうかね。その外側のあそこのレストランからはね見れるんやけど、ちょっと一瞬待ってみようか。これなんだ、公園か。おお、おもろそうやね、遊具。こんもりと古墳がこんもりと持ってますよ。おお、これはおもろいぞ。これ子供来ると、これどっから登るのかね。あれ登ったことないがね。ほら、こんなことになってんの。なるほどなるほど。ここから登れるか。ここから登ってみる。はい。あら、上上がられへん。もうね、はい、こっちで。迷路みたいになってますからね。おお。おお、おもろ。これはおもろいわ。ほら。ここどこ行くんだろう。あら、行き止まりでございましたか。これは行き止まりでございましたか。あれの古墳みたいなところで行ってみたいかな。今2時過ぎだから誰もいないんだけど。あ、これ広いんだ。いやー、びっくりした。こんな広いんかね。これやっぱり子供用やから。おっ、ここ行けるんだよな。ここも行けるのか。ここも行けんねやわ。怖っ。大丈夫だろう。これは面白い。歩くだけでもね。これ行ってみよう。ほんでこれはこう行ったら滑り台か。滑り台はちょっと怖いから、こっちへ、こっち行くか。おもろ。ほら、そこずっとね、見上がれる。ほんで、あくいけど、こっちへ行ってみようか。よしよし。おい。あらら、ブランコもあんのかね、ほら。ほら、ブランコが。ほら、広いね。こんな広いとは知らないんだね。あ、あれがね、松原が来る道やな。なんかちらっと横があそこ通ると見えるんやけど、これがあったのかね。2時、2時ちょっと過ぎたぐらい。合ってるわ。すごい。すごいすごい。合ってますわ。日時計や。ほら、その横を通るんだ。はいはい、わかりました。広、こんな広かったな。びっくりしました。奥まってるからね、全然わからへんねや。建物の後ろやから。いやー、失礼いたしました。この広さは。雰囲気が、200メーター、幅が5、60メーターあるからね、すごいです、これ。地球の中に入ってください。入らないでくださいか。入らないでください。入ってくださいじゃないね。いやー、失礼しました。姫山古墳から。黒姫山古墳がこれ乗ってないか。この公園ですね。これなら、この駐車場がこれですか。はあ、なるほど。だから馬はおるところは、はい、ここ、あそこでエントランスゲート。だからこれ全部、はい、ここで池のこの噴水の波紋が、はい、これで来てるっていうイメージで。なるほどなるほど。だからずっと全部円形にこうずっとこうパッとるね。普通やったらまっすぐなんやろうけど。なるほど、いろいろ考えてやってくれてはんねんな。その意味を理解できてない。このエントランスゲートのこのことですか。これゲート。エントランス芋のレリーフを用いたゲート。炎をイメージしてます。これがイメージして、ちょっとイメージわからん。炎に見ましょう。見えへんけど、これ炎わからんな。これ炎ですよ、炎。はい、ね、炎でございます。ありがとうございました。はい、行きましょう。いやー、管理のお父さん長かったね、話が。もうね、切り上げて、帰ってきたんだけど、あまりも長いから話が。長い長い。なさあ、行きましょう。